ゲイリー・ニールはアメリカ合衆国メリーランド州ボルティモア出身の元バスケットボール選手で指導者。選手時代のポジションは SG、PG。身長193センチメートル、体重95キログラム。母校の東村ソン大学でアシスタントコーチを務めている。タウソン州立大学卒業後、2007年 NBA ドラフト指名されず、トルコで プロデビューの後、スペイン、イタリアと渡り3年間のヨーロッパ修行を経て、2010年の NBA サマーリーグで高成績を残し、サンアントニオスパーズに注目され、NBA のプレイヤーとなった。NBA キャリアスタートとなったスパーズ時代には、マヌジノビリやトニーパーカーのバックアップとしても貴重な戦力となっていた。アンドラフトルーキーでは2人目のオールルーキー。 ファーストチームに選出された。2013年制限付き FA となったが、多くのシューティングガードを抱えるスパーズが、権利放棄したため無制限 FA となり、ミルウォーキーバックスと2年約600万ドルで契約を結んだ。チームの再建計画に伴い出場機会が限定され、2014年2月のトレードデッドライン前に、ルークリドナーと共に、シャーロット・ボブ・キャッツに移籍した。 2015年2月10日、ミネソタティンバーウルブズに移籍した。2015年7月3日、ワシントン・ウィザーズと1年100万ドルで契約したが、翌年2月に解雇。12月15日に D リーグのメインレッドクローズと契約した。2016から17シーズンは無所属の状態が続いたが、2017年1月に D リーグのテキサス・レジェンズに加入。 19日にアトランタホークスと10日間契約を結んだが、2度目の契約更新を受けることはできず、28日に解雇された。2017年9月23日、リーガーアッコブのバスケットサラゴサ20002と契約した。スリーポイントを中心としたオフェンス力と堅実なディフェンス力を中心としたプレースタイル。ボールハンドリングやスティールも得意としていることから、 ポイントガードをこなすことも可能であるとともにゲームの流れを変えるクラッチプレイヤーとしての才能もある。ありがとうございます。